東に進みます。続いて右方向です。右折して県道165号線に向かいます。続いて右方向です。右折して県道165号線に向かいます。およそ300メートル先、県道165号線に入ります。県道165号線に入ります。続いて三橋二丁目、交差点を右方向です。三橋二丁目、交差点を右折して新大宮バイパス国道17号線に入ります。そのまま国道17号線を800メートル進みます。右折して新大宮バイパス国道17号線に向かいます。続いて右方向です。右折して県道165号線に向かいます。およそ300メートル先、県道165号線を進みます。右折して県道165号線に向かいます。続いて左方向です。そのまま県道56号線を 1.5 キロ進みます。そのまま県道57号線を3キロ進みます。